おはようございます。本日は2019年の1月の30日、これが今年最後の旅行になります。ここは東京浜松町です。朝一番の羽田空港発福岡空港行きの全日空の飛行機に乗って、これから福岡に仕事がありますので向かうことになっています。ただ、福岡には本当は午後ぐらいに着けばいいんですけど、仕事のために福岡まで行ってただそれで帰ってくるだけというのではなんか味気ないから、じゃあ朝一番の飛行機にと早めておいたのでした。確か羽田6時15分とか20分とかそれぐらいに出る便だったと思います。もう眠くてですね、前日も2時3時ぐらいまで起きてましたんで、体もクタクタで前も後ろもわからんという状態なんですが、ちょうど窓側ですからもたれてですね、ここでゆっくり福岡空港に着くまでは休みを取ることができました。もう完全に熟睡でしたからね、体力も回復しております。全日空の方から良いお年をお迎えください、挨拶がありました。私の仕事はもう少しだけ続きます。さて、福岡空港のご紹介をします。バーンと出ているのは地元の大きな鉱山会社麻生グループの広告です。そして全日空の手荷物預け場のところへ行ってですね、もう先に帰りの飛行機に荷物を預けてしまうことにしました。本日は日帰り旅行になっています。で、福岡の街並みをあちこち歩くのに大きい荷物を持って歩くのは面倒だし、そしてまたコインロッカー代を節約したいんで、じゃあ先に飛行機に荷物を預けちゃえばいいじゃないか、それはできるんだそうですね。で、空港の中どんなのがあるのか、朝は空いてますんで、下見ぐらいをするにはいい時間です。ラーメン福岡空港滑走路みたいな書いてありましたけど、いろんなラーメン屋があります。でもね、さっきのメニューとかも見ていただければわかるんですが、福岡博多のラーメンだけがここの中にあるわけではなくて、いろんな地方のがありましたね。それからこちらはこれね、寿司屋かな、音羽寿司って書いてあります。これ大変有名な福岡博多のお寿司屋さんだそうです。本日のおすすめはごまサバとなっています。福岡県は全国で多分ここだけ生のままでサバが食べられてしまうという変わった場所です。ここのサバを食べてもなんか生で問題ないらしいですね。近くにはイカの名所呼子もあります。それからこちらはもつ鍋屋さん、当然まだ朝の早い時間ですからね、まだ8時台なんで閉まってるわけですけど、たくさんなんかお土産売ってますね。でね、隠れた名店はこの養禅屋と書いてありますけれど、ロイヤルという、まあ、現在のファミリーレストランの元祖となるようなお店だそうです。何でも私が聞いた限りでは、この福岡市で営業を始めたロイヤルというお店が全国のファミリーレストランの先駆けとなったのだそうで、もともとは進駐軍を相手にして洋食の、提供を始めた、そういうところだったそうですね。私も気づかずに2度3度そんな名店だったとはね、知りませんでしたが食べたことがあります。この中は本当に福岡は代表する名店が揃っていて、福岡空港に来て何か食べて帰るだけでもいいかもしれないですね。さて、そしてそこからまたすぐに地下で直結している福岡空港発の地下鉄空港線に乗ります。空港線は JR とリンクした鉄道システム、この列車も JR 線から直通をしてきました。上のつり革をつかむところとか座席の作りとか随分変わっています。 JR 筑肥線で水戸岡英二さんという専属のデザイナーの人が手掛けた作りをしていて、それが空港線の中でも見られるんですね。これもまた九州らしさが現れています。福岡空港から博多まで5分、中洲まで9分、天神は11分、恐るべき近さです。これはね、福岡空港は本当に何度も言うようですけど、那覇空港と福岡空港が私が知っている中で便利な空港のね、立地のいい空港の2トップ乗ってて、飛行機最高って、この時だけは本当に心から思いますね。さて、やってきましたのは福岡、空港からだいたい15分ぐらいのところ、赤坂というところです。お城が近いんですね。東京にもお城の近くに赤坂見附というところありますね。だいたいこんな風に移動してきたと地図でご紹介します。福岡空港の地下から地下鉄に乗って、中心地博多を通り抜け、さらにそこから海の方へ出てきました。これからですね、長浜港というところに行きます。長浜ラーメンが有名ですが、皆さんご存知でしょうか。そこはもともと魚市場などがありまして、福岡県にやってくる、福岡市にやってくる、お魚の玄関口でもあります。ちょうど向こうに仲卸売場棟と書いてありますかね。鮮魚市場、まあ、お魚ですよ。まずこれから食べるのはお魚です。この福岡博多はさっきの空港でもそうでしたが、美味しいものがたくさん揃っているところ、特にお魚、これがね、ラーメンが有名ですけれども、非常に美味しいそうです。このラーメンがどちらかと、お魚、美味しいお魚が、ラーメンを生んだと、まあ、そういうふうに考えてもいいかもしれません。早速その市場のすぐ脇にある鮮魚市場、市場会館、市場会館かな、その中に入ります。もうすでにあらかじめお正月の準備の飾り付けがしてあります。この市場会館の中に入ると、入ってすぐの左側ですが、回転寿司魚達というところがあって、まあ、これは今回私が福岡に仕事で行ったんですけど、そこでですね、寿司だったらここで絶対に食べなさいというふうに教えていただき、よしじゃあここへ行って食べよう、こんなものね、いろいろとこう注文しました。どんどん注文したんですが、
残念ながらあいにくサバがこの日入っていなかったので、全国で多分ここだけ生で、サバを食べられる、ごまサバはなかったんですが、ごま味とかね、なんかそういう他のごま の, あのこうあえたようなやつあって、味はとても美味しかったですよ。魚の味を左右するのはもちろんどんな高級な魚かとかそういうのもあると思うんですが、やっぱり新鮮なんじゃないですか。でここのやつはね、食べてて本当に新鮮に感じましたよ。私よくわかんないんですけど、寿司とかね、正直どんなところで食べてもなんか味変わんないんじゃないかなとか思うんですけど、実際には変わりますよね。食べるお店によって、なんであんなに寿司の味が似たような料理なのに、ね、調理方法とか味付けの差はないのに不思議なことですが、この店はもう確かにね、超うまかったですよ。これなんか動画のネタで言ってるわけじゃなくて、本当に正直に心から言いますけど、ここで、寿司食べて帰るためだけに福岡に来てもいいと思います。まあ実際にはそれだけじゃもったいないけど、これをメインの目的地として福岡旅行を考えてもいいと思いますよ。そういうお店です。どんどん次々頼まれて、出てくるんですけど、これお醤油がですね、結構甘いやつです。九州のお醤油、まあこれまだ九州の北の方なので、福岡県は鹿児島とか宮崎ほど醤油は甘くないのかなというような気がなんかするんですが、これはお魚につけたりとかですね、今見せましたかね、生姜にこう浸して食べたりとかするのがまたこうちょっと爽やかでね、美味しかったですね。これは中トロだか大トロだかを食べようということ、たまにですね、めったに食べないんですが、食べてみましたが、これもふわっと美味しかったですね。見てるとローストビーフみたいだな。何かに例えたくなってしまいます。ずらっと並びます。ハラミ4貫盛りみたいなのも来ました。もう何だったのかね、ごめんなさい。全く何も覚えてないんですけど、美味しければいいですよね。この時何を食べたかわざわざメモもしたんですが、そのメモもどっかに行ってしまいました。しかし美味しかったということは覚えているし、味もまた覚えています。味を覚えてるってのはね、本当に美味しかったんだろうなと思うんですけど、どうですか？これ珍しく美味しそうな顔してるでしょ。それから他にもこの市場会館の中にはいろいろ定食屋さんなどがありまして、荒滝定食850円、めちゃくちゃ美味しそうですね。あれね、終了明太子がありますよ。いくらだったのかな、気になります。刺身定食も刺身がどっさり、赤魚煮付け定食は1050円。お昼ご飯としてはちょっと高い部類かもしれないけど、でもデラックスな大きな赤魚が日本で載ってましたね。さてこのような市場で働く人向けの食べ物が長浜ラーメンです。現在では博多ラーメンと混同されていますが、細い麺と豚骨のスープが有名な長浜屋、これが長浜ラーメンの元祖とされています。現在でもね、小規模ながらあるそうなんですが、昔この市場から少し外れた、まあ、一個お隣の通りかな、同じブロックかな、そこのところにですね、このようにずらりと市場が並んでいまして、そこではラーメンのお店もあったし、それから他にも様々な、まあ、おでんとかですね、夜になってもいろんなお店が立ち並んでいたということです。まあ、むしろ夜になると屋台は出てきたのかな。今でもこの辺りに行けば屋台は出るそうなんですが、こちらが長浜港。長浜港と博多港というのは、厳密にはというか全く違う場所です。これについてはまた後で詳しく紹介しようと思うんですが、こちらはどちらかというと魚市場とかね、漁をするか、まあ、そういった関係のものがここに並んでいまして、さっき映っていたピンク色の建物も氷屋さんだったそうですね。そしてこの道、今では開発されて昔の面影はすっかりなくなり、マンションなどが並んでいたようですが、かつてはこの一本の長い道に屋台がずらずらと並んで、夜になると賑わったんだそうです。福岡ではね、長浜とそれから天神の方にも屋台街があるの有名ですよね。ここからちょっと市場の方を覗いてみると、すごい古そうな建物の中に今でもおそらく市場の人向けの食堂と思われるものが並んでいました。でこの長浜屋さんなんですが、福岡のラーメンは大変有名だと思いますけど、まあ、そこの本当にここが一番古く元祖だということで、もう福岡のラーメンを目当てに来る人がたくさんいるわけですからね、観光の拠点として大人気です。ずらーっと並んでいます。で中でもね、なんか私がこの店には入ったことはないんですけど、席に着くともうそれと同時にラーメンが出てくる、メニューはラーメンただ一つだけと昔からなんかそんな話が伝わっているそうでして、ものすごい勢いで次々豚骨ラーメンが提供されているんだそうです。替え玉という文化もなんというもうここから始まったのか、そんな話がありますね。なんですが、ここに元祖長浜屋があるのかと思ったら、向こうを見るとですね、あちらに元祖ラーメン長浜屋、なんと登録商標も取ったみたいですね。元祖ラーメン長浜屋、のご愛顧ありがとうございますかな。よく見てみると、長浜奥という字と長浜家という字で2種類あるんですが、実はここにはですね、
元祖長浜屋とつくラーメン屋さんが3つあって、しかもどれも大変多く関係があるんですね。まず一番上、元祖長浜奥と書いてあるこの店が、紹介した通り一番古くからやっていて、まあ、おそらく元祖の定義通り当てはまる、まあ、一番元祖としてふさわしいお店なのではないかと思われます。そしてこれから紹介する2つの元祖ラーメン長浜家とは関係がないということを、このお店が言ってるんだそうです。でこの元祖長浜奥から、その従業員の人がですね、一人独立してラーメン屋をこの近くに開いたらしいんですね。それが、初代といいますか一つ目の元祖ラーメン長浜家なんですけど、元祖を名乗っているのだけれども元祖長浜屋の支店ではないんですよ。長浜奥の支店ではない。ただつまりその子供があの勝手に元祖を名乗り始めた、ちょっとこれは良くないんじゃないかなと思いますね。そしたらですね、なんとその子供元祖ラーメン長浜家のその従業員の一人がですね、なんか方針の違いで喧嘩別れしたみたいな感じらしいんですけど、その従業員が元祖ラーメン長浜家という同じ名前でそのすぐまた近くにお店を作ったのだそうです。でそしたらなんとですね、子供の方が、孫にあたる、まあ、同じ名前の元祖ラーメン長浜屋を訴えたんですね。こんな名前勝手に使うなと言って。で一方で孫の方にも言い分があって、その自分の孫からして、親、まあ、つまり、初代元祖ラーメン長浜屋の、店の人から、元祖長浜屋という屋号を使ってもいいよということを許されていたんだそうです。でそこに長浜と入れたのは確かに孫が勝手にやったらしいんですが、そんなんどっちだって一緒だろうと言って、元祖ラーメン長浜屋子にあたるところは、結局敗訴ということになったのでした。そんなわけで元祖ラーメン長浜屋は登録商標なんていうふうに掲げてますけど、今でもあそこで元気に営業しています。ラーメンはねとても美味しいんだと思いますよ。でところがこの辺りには他にも、まあ、それらの、ものとは一連の流れとは関係のない普通のラーメン屋さんがあるんですが、ここにも元祖長浜屋って書いてあって、またこちらにも長浜将軍というラーメン屋がありますけど、上を見ると元祖博多長浜と書いてあります。元祖と書いてるラーメン屋がいっぱいあるんですね。なんでこうめちゃくちゃな、これがそのラーメンエリアなんですけどね、今私がいたところこの辺なんですけど、ここはそもそも長浜というところで、博多というは博多とはね絶対呼ばないんですよ。なのに元祖博多長浜なんてめちゃくちゃなことを名乗る店まであります。地下鉄に乗って移動するのは中洲川端です。ここにあるラーメン屋で食べようと思います。なんでここに行くと思います？さっきあそこでね喧嘩してたお店とか、元祖の流れを組むお店とか、そういうところに行けばいいと思うじゃないですか。ここには元祖ラーメン長浜屋が、その裁判で負けた元祖ラーメン長浜屋が移転してきたのです。なんで移転してきたかはね全く分かりませんけど、まあ、裁判までやって負けたらもうあの辺に居づらくなったのかなーなんて思わなくもありません。この辺りは逆に長浜という地区ではなく、ここは完全に博多ですね。中川を渡った川の中洲の近くです。ありました、元祖ラーメン長浜屋。もう全然所在地は長浜の魚市場の近くではなくなってしまいましたが、しかし外には美味しそうな匂いを漂わせて煙が流れてきてますよ。元祖という言葉の意味はもう一度考えておくべきかもしれないですね。すぐにラーメンが出てきました。肉がどっさり乗っています。ネギもどっさりです。これは美味しそう、とても美味しかった。豚骨ラーメンというとすごい脂っこいというイメージです。私横浜家系ラーメンっていうのねよく大学の近くで売ってるのを見ますけど、まあお腹壊しちゃいそうなんであんま食べないんですが、福岡のラーメンはねそんなに脂っこくないんですよ。だから豚の骨が出汁を取ってますけど、それだけでね結構スイスイ食べられてしまう。ずっと食べてると味に飽きてくるんで、こういう、タレみたいなものを付け加えて味を変化させたりします。麺が非常に細いのは早く茹でられるように、市場の中で、ささっと茹でてパッと食べてまた市場の仕事に戻るという人たちの需要に応えたのだそうです。これですね、仕事の関係の方が私のこれを撮ってくれたんですけども、熱いラーメンをすすっている私の様子です。こんな感じでね、この元祖ラーメン長浜家っていうのは裁判に負けた店に行ってみたわけですけど、負けた店とは思えないほどね味はもう大勝利でしたね。多分大体のお客さんはそんなことも全く気にしてないと思うんで、まあ、美味しいラーメンが出てくればもうそれでいいんじゃないですか。奥でなんかぐるぐるやってますね。これは店の外から撮影したものですけど、うまそうなラーメンだ。実はさっき寿司をたらふく食べていたので本当はおかわりしたかったんですが、もう満腹でこれ以上は食べることができませんでした。さてその後中洲の商店街を抜けて
これ大きな山車みたいなのがありますね。ユネスコの無形文化遺産にね、最近こういう山車行列が登録されたそうですけども、この櫛田神社の行列がまた大変有名なお祭りなんだそうです。毎年5月とかだったと思うんですが、初夏の時期になると博多のこの辺りでは何でもお祭りをやる人たちがもうみんなお祭りが大好きでね、ふんどし一丁の姿でなんかうろうろしたりとかするらしいという話を聞きました。これでこちらマロシン水産と書いてあって、何やら水槽を積んだような自動車が来ていますね。これね、聞いたらこの中にイカがいるんだそうです。生きているイカをそのままさばいて、新鮮だから動いた状態で食べるみたいな、ね、イカの踊り食いというのがありますけれど、それができる、おそらくは、そのために空いたものを、わざわざ水槽を運んできたりしてるんでしょう。福岡にはいろんな名物があり、まだまだ紹介しきれてはいません。こちらの中洲川端のちょっとなんか危ないようなエリアですね。怖そうな人とかね、なんか不審な高級車とかが止まってて、なんだあれやと思いましたよ。猫はそんなこと知らないかな。いや、あの猫なら知っているでしょうね。きっと中洲川端の中洲の裏の裏まであの猫は見てきているけれども、何も知らないキレイルに違いありません。バニラ高収入ダントツナンバーワン、ああいう看板を見るとね、ああ大都会だなという感じがしますね。さて、それからは、まあ、もうそろそろ仕事の時間が近づいてきてるんですが、まだ時間に余裕があったので、じゃあちょっと面白いところ行こうと思って、地下鉄の西陣駅で降りてからしばらく歩いて向こうに見えているタワーへ向かうことにしました。一瞬でなんか切れちゃいましたね、映像が。すいません、あれしか撮ってなかったんですけど、福岡タワーです。福岡市で一番高い建物はこれですかね。私ちゃんと確認してないんですが、福岡市は福岡空港がある関係で高さ制限があって、あまり高いものを建てることができないんだそうです。このタワーの入場料金は800円。この手のタワーにしてはちょっと安めだと思いますけど、これなんか国際会議をやった時そのシンボルとして建てたんだそうですね。ガラス張りのデザインで上からエレベーターが降りてきました。結構たくさん人がいましたよ。やっぱり年末ですから観光の人がいっぱい。でも中国、韓国の人がやっぱり多かったですね。福岡は海外からの観光客が特に目立つところでもあります。福岡タワーの最上階はビルの高さにいたしますと約40階に相当いたします。で、一番上のところまで上がってきました。ここが福岡博多方面の眺めです。パッと見てうおーみたいな、そういう眺めはそんなにはないかなと思うんですが、あそこにね、博多港があります。ちょっと手前、砂浜の少しばかり奥のところが長浜港だったんですが、この博多港は多分飛鳥時代とかもうそれぐらいには、海外との、貿易が始まっていた重要な、国際港というべきですかね。現在でも JR 九州の旅客船ビートルとか、それからプサン行きは他にもフェリーカメリアというのがあったと思うんですが、そういったものが出入りしております。もちろん貿易の取り扱いも今だってあるんでしょうね。博多の港が発展したことにより、その反対側にある中洲博多も町人の町として栄え、現在にまで繁栄を続けているというわけです。だから大体その辺がやっぱり高いビルが目立つようですけれど、でも福岡空港のおかげでビルの高さはそれほどは高くなく、超大都会という印象はそこの街並みまでが遠いということもあって、それほどここで見た限りでは受けません。もうちょっとこのタワーが近ければね、中川とか三笠川とか博多という街を転移する2つの川を見ることもできたのかもしれないんですが、まあ、ただしかし高いところへ来ると面白いものが見られます。海の中道です。これはね、陸系統なのかな、それともなんかサスなのかちょっと分かんないですけど、このような海のところですね、天然の防波堤のようにして細くこう取り囲む変わった地形があります。福岡空港で飛行機降りるときにですね、いつもこう飛行機で福岡空港に降りるとき下を見てると、絶対これ見えますよ。海の中道の上を飛び越えて降りてくるの、私の見た限りでは毎回見られますんでね、ぜひ視聴者の皆さんもこれ楽しんでみてください。変わった地形ですよ、面白い。その手前を走っているのがボーイング929、 JR 九州の高速旅客船プサン行きのビートルです。今はプサンからちょうど帰ってきたところ。下見るとあれは結婚式場ですかね。なんかこう砂浜の上にこういう風なものがあります。昔はね、この辺りも、工業排水とかでかなり汚染されていて、とても海で泳げるような状態ではなかったそうですが、今では綺麗な結婚式場まであるそうです。さて、ここにも私のコレクションしている記念メダルがありましたんで、早速本日の日付を刻印。
は2019年12月の30日でした。まあそのことは分かってますよね。なかなかいいデザインですが、どっかで見たことある形だなと思ったら、これね、ニューヨークの貿易センタービル、新しく建て直した、ワンワールドトレードセンターにそっくりなんですよね。高さは234メートルって書いてあったかな。そんなにやっぱり高い部類には入りません。それからね、こういうところでよくあるパターンですけど、上に見物しに行くときとかに写真をこう撮って、後でお金払って買いませんかみたいに言われるんですね。まあ買わなかったんですが、自分一人で撮った写真よく見てみると、ちょっとこの写真は怖いな。横のおししとハゲ男みたいな、ちょっとこれは見ていても気分が休まるものではありませんよね。この後はここからタクシーに乗って仕事へ向かいました。仕事先では結構いろいろ話が盛り上がりまして、もう最終の飛行機時間ギリギリまでずっと滞在していました。そして今夜遅く空港線の電車に乗って、もう間もなく福岡空港に戻っていくところです。ちなみに私はこの間全日空の、ダイヤモンド会員か、それのね修行をするみたいなことを言いましたけれど、このダイヤモンド会員の修行は、この福岡空港に行くその時に完全に終了になりました。帰りは余っていたマイルを使って特典航空券でお金を払わずに戻ってきました。これは全日空のラウンジですが、夜の遅い時間になるともうほとんど人がいないんですね。そしてまた帰りの飛行機も空いていたので、座席の上に足を少し折り曲げて、まあもちろん靴は脱ぎましたけれど、横向きになってそれでゴロゴロすることにしました。帰りの飛行機も寝たかったんですが、結構揺れて、結局のところあまりしっかり休むことはできませんでしたが、今年の仕事もこれで全部終わりです。もうすでに年は変わってしまっていますけれど、また今年も頑張っておりますので、視聴者の皆さん改めてよろしくお願いいたします。ちょっと遅い投稿になってしまってすいませんでした。ありがとうございました。